ドライブフォーワンはネクスコ中日本の提供でお送りします。記念品は3種類の中から1つ選べます。東海北陸道の個性あふれる休憩施設をご紹介します。松の木峠パーキングエリアの標高は1085メートル。これは国内の高速道路で最も標高が高いところに位置する休憩施設です。また昼鹿野高原サービスエリアは東海北陸道のほぼ真ん中に位置する休憩施設です。下り線の展望テラスは大日ヶ岳と白山が広がる絶景スポット。上り線では地元で採れた野菜を販売していて、週末には多くの人々でにぎわっています。ドライブの休憩にぜひお立ち寄りください。